サンプション国際高校の皆さん、こんにちは。はじめまして。私は鈴木亜希と申します。私は現在、アメリカ・ワシントン州オリンピアにあるサウス・ピューゼットサウンド・コミュニティ・カレッジに勤務しております。今日は皆さんに私の勤務先、サウスピューゼットサウンドコミュニティカレッジ、私たちは SPSCC と呼びますが、SPSCC の紹介を少しさせていただきたいと思っています。まず最初に SPSCC の場所ですが、アメリカ・ワシントン州、時々ワシントン DC と間違われる方がいますが、ワシントン州はアメリカの西海岸、一番北にあります。ちょうどカナダとの国境にある州です。で、シアトルが一番大きい町になりますが、オリンピア、私の、SPSCC がある場所は、オリンピア、シアトルから約南に 100km のところにあります。シアトルとオリンピアですが、皆さんご存知のように、シアトルにはアマゾン、スターバックス、マイクロソフトといった世界的に有名な会社が、シアトルで発祥しました。またスポーツも盛んで、シアトルマリナース、シアトルシーホークス、アメリカンフットボールの活動も盛んです。観光地としてはスペースニードル、パイクプレイスマーケットなどがあります。で、オリンピアですが、オリンピアはシアトルよりは小さい町なんですが、実はワシントン州の州都です。なので、とても綺麗なワシントン州の州議事堂がオリンピアにあります。また、海と森に囲まれて緑がとても多い美しい町です。だからとても自然が多いので、自然が好きな皆さんはとてもいい場所だと思います。で、また、ファーマースマーケットといったような、地元の農家やアーティストの皆さんが作ったものを持ち寄って、マーケットを開いている場所もあります。で、サウスピューゼットサウンドコミュニティカレッジですが、現在約6000人の生徒がおります。で、そのうち留学生が約100名。日本人はだいたいそのうち1年を通して15人から15名ぐらいです。時々それよりは少なくなる時もあります。で、私たちの大学は2年制大学ですので、取れる学位は、準学士と準学士になります。それは何かというと、4年制の大学でいう一般教養課程を私たちの大学で終わらせて、アソシエイト・オブ・アーツというディグリー、または理系、アソシエイト・イン・サイエンス、AS というディグリーを取った皆さんが、その後、4年制の大学に3年生から編入する資格をもらえるというディグリーです。で、またその他、看護科、調理師、の免許などを取るプログラムもあります。留学についてですが、もし皆さんが、SPSCC に留学する興味ことを決められて、そのアプリケーション、応募のプロセスになりますが、それは全部オンラインで今できるようになっています。SPSCC のウェブサイトに行っていただいて、そこから、インターナショナルスチューデントっていうふうに探してもらえれば、この画面にたどり着けると思います。一番気になるところは、やっぱり留学にかかる費用だと思うんですけれども、授業料と、ホームステイ、その他、教科書代などを、大体の見積もりで出した場合、1学期大体12週間で7000ドル。それを、大体1年に4学期あるんですけども、夏学期は特別というか、取らなくてもいい学期なので、大体1年、秋、冬、春、その3学期を取る、で留学する場合には、大体2万1000ドルくらいかかります。ホームステイですが、ホームステイは、大学と皆さん提携されているので、とても安全で信頼できるホームステイを、大学が皆さんにご紹介することができると思います。
また、奨学金ですが、実は SPSCC はアメリカ全土1167校あるコミュニティカレッジの中のいい大学ランキングというのがあるんですが、2018年、そのいい大学ランキングの50位以内に選ばれました。その理由の一つに、学生への奨学金をたくさん用意しています。2021年度は約1億8000万円の奨学金をさまざまな支援をいただいて準備することができました。これはもちろん1人の学生に1億8000万円という話ではなくて、なるべくたくさんの学生に奨学金を上げられるように、大学もいろいろ、例えばアジア人の学生用の奨学金、音楽を専攻している学生の奨学金とか、そういう専攻によ応じた奨学金とか、もちろん留学生のための奨学金もあります。なので、留学生ももちろんその奨学金に応募することができます。で、奨学金はの応募は募集は毎学期、秋学期、冬学期、春学期、毎学期、募集があるので、毎学期、皆さん、奨学金への応募ができます。で、実は私は SPSCC で何をやってるかというと、日本語の授業を受け持っています。日本語の教師をしています。なので、大体こう、皆さん、留学するって決めたときに、一番最初にやりたいなと思うのは、アメリカ人の友達をたくさん作りたいっていうゴールがあると思うんですけども、まあ、一番手っ取り早いというか、すんなり入れる場所としてはやっぱり日本語のクラスなので、私はもう皆さんが時間がある限り日本語のクラスで、ボランティアとして、学生が日本語を学ぶそのお手伝いをしていただけたら嬉しいなと思っています。で、毎学期1名、アルバイトとしてチューターを採用しています。留学生は大学の外では仕事はできません。ただ、大学構内の仕事であれば、その学生ビザでも、仕事ができます。なので、なるべく私は留学生、日本からの留学生をチューターに採用したいと思っていますので、皆さん、興味がありましたら、ぜひそのチューターに応募してみてください。で、また、日本語を学ぼうとしているアメリカ人、私の学生、みんなとてもフレンドリーで、優しい子が多いので、で、またみんな日本人のお友達と日本語を話してみたい。っていう希望があるので、とても話しやすいアメリカ人だとは思います。なので、ぜひ皆さん、SPSCC に留学されることを決めましたら、一度でもいいので、日本語のクラス覗いてみてください。で、今日はこのような機会をいただきまして、本当にありがとうございました。SPSCC についてもっと質問、知りたいことがあれば、どんどん渡辺先生のを通して、質問していただければ、できる限りお答えしていきたいと思います。今日はありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。